いろんな方法ができると思います。応用すればですね、はい、人生生きてると3大悩みがあって、1つはお金の問題、次に健康の問題、3つ目が人間関係なんですね。会社員の方一番は人間関係が問題で、今この人苦手だな、この人と話すと緊張するなという方いらっしゃいませんか。で、以前外資系の製薬会社さんの研修をやりました。相手が病院の先生なんですね。で、行くと、で、病院の先生でバタバタしてるからこっちドキドキすると、の時に彼らは病院の先生に怒られるかもしれないって思っちゃうんですね。で、同調したってこっちドキドキするんですね。で、彼らに言ったのは、先生の考えにフォーカス集中するんではなくて、それは置いといて相手の片目を見て言いたいことを言ってください。片目を見るってことは心の動揺止まりやすいですね。一点集中だから。で、言いたいことを言うという。ちょっとすいません、お隣同士ですね、相手の左目、自分から見たら右目、ちょっと見てもらっていいですか。これも右左やっぱ意味があるらしくて、左上が過去で右上が未来なので、相手の左目では自分から見たら右上ですよね、を見る。だから僕普段からも片目をして話すようにしてます。僕も緊張しやすいんで、こういうのも一つのコツですよね。なのでこれ応用で、僕高校生の講演します。で、必ず今栄養入試とか就職の面接の時に面接官の片目を見て話をしてくださいってやつ。そうすると落ち着いて話せるからっていう。ドキドキして話して言いたいこと言えなくて落ちちゃったって結構いるんですね。なので相手の片目を見て話す、あるいは婚活パーティーで片目を見て話すとかですね、いろんな方法ができると思います。応用すればですね、ぜひやって